エトラちゃんは見た。俺は黒木。俺は今愛知一人旅に来ているところだ。愛知といえば味噌カツや天むすが有名だが、お、あったあった、ここだ。そう、俺は愛知にモーニングセットなるものを食べに来たのだ。おお、パンのいい匂い、雰囲気もいいし。いらっしゃいませ、お好きな席にどうぞ。うわ、こんなにボリュームあるのに安っ。ご注文お決まりですか？はい、じゃあこの小倉トーストのモーニングセットで。はい、かしこまりました。はあ、楽しみ、早く来ないかな。いらっしゃいませ、お好きな席にどうぞ。ん、うん、ご注文お決まりですか？小倉トーストで。はい、かしこまりました。隣の人も小倉トーストか、人気だな。それにしてもなんか覇気がないっていうか、暗い感じの子だな。お待たせしました、小倉トーストのモーニングセットです。あ、はい。おお、これが噂の小倉トーストモーニング、めっちゃうまそう。どれ、いただきます。うまーい。豆の味がしっかり感じる甘さ控えめな小豆にホイップクリームのような軽いバターが見事に調和して、それをこの香ばしいトーストが包み込んでくれる。来てよかった。幸せ。お待たせしました、小倉トーストのモーニングセットです。なんだ、着信か、びっくりした。っていうかマナーモードにしておいてくれよな。あー、ゆずりはどうしたの、何かあった？おい、マジかよ、声でか。そうだよ。電話するにしてももう少し声のボリューム落としてくれよ、会話丸聞こえじゃねえか。そうなんだ。え、あたし？そうそう、あたし今沖縄にいるの。だから目の前は海なんだ。海？超綺麗だよ。いや、目の前はビル群のコンクリートジャングルなんですけど。さ、カレピのヒイラキと二人で、これから泳ぐところなの。それが意外と冷たくって。もうやめてよヒイラギ。そうなの。すげえなこの人、めちゃくちゃ嘘ついてる。っていうか、せっかくのモーニングが冷めちまうよ、早く食べちゃえって。しかし3分後。ホテルと隣接してるビーチだからカクテル飲み放題なんだ。5分後。酔っ払ってきちゃったかも。ヒイラギったらいっぱい飲ませてくるんだから。10分後。それでね、あのお客様、他のお客様もいらっしゃいますので声のボリュームをもう少し。ああ、結局最後まで大声会話か。せっかくの美味しいモーニングだったのに。ああ、2軒目行こうかな。でも結構腹いっぱいだし、とりあえず店出るかと席を立とうとしたその時。いやー、やっぱ愛知のモーニングはうまいね、最高だよ。え、なんでもないよ。じゃあカレピが呼んでるからまた。ちょっとジジイ、空気読んだよね、今友達と話してたんだから。え、そっちが切れるのかよ。俺はただ愛知のモーニングがうまいって言っただけだろ、何が悪いんだ。はあ、話聞こえてなかったわけ？私今沖縄にいるてって話してたのよ、あんたのせいでぶち壊しちゃない。もうちょっとお客様、落ち着いてください。そもそもなんで沖縄にいるって嘘をついてる？友達なら嘘をつかず本当のことを言えばいいだろ。だって本当だったら今頃彼氏と沖縄にいるはずだったのに、もう行けなくなったらなんて言えない。もうヒイラギくんのバカ。本人の口から事細かく聞いたわけじゃないが、多分この女性はそのヒイラギって男に振られたんだろう。さよなら茜。本当だったらその男と旅行に行くはずが行けなくなり、友達の前でつい見栄を張ってしまったということのようだった。素直に別れたって言えばいいのに。お嬢ちゃん、嘘っていうのはいつかバレちまうもんなんだぜ。それにそんなくだらない嘘ついてる暇があったら、本当のこと言ってもっと有意義な時間を過ごせばいい。そうだろ？おじさん。なんだ、このおじさんいい人じゃないか。だからな、もし今暇ならこれからおじさんとデートしようじゃねえか。
にっぺー、そのヒイラギって男を忘れちまうくらい楽しんじゃおうぜな、うん、ふざけんな、誰が行くかこの変態じじい。なんだよ、いいだろうちょっとくらい。お客様、他のお客様のご迷惑になりますのでお引き取りください。その後女性は足早に店を出て行ったのだった。釣れないな。結局一口もモーニングを食べていかなかったな、あの人。男が他に女を作ったとか事情があったとしても最低限のマナーも守れないような彼女じゃな。振りまではしなくても注意はするよな。しかしあのおっさん、じぇ、いくらマナーが悪いとはいえ昇進中の女性をナンパするとは。俺はモーニングを楽しみに来たはずだったのに、とんでもない珍事を目の当たりにしたせいで美味しい思い出が全部吹っ飛んでしまったのだった。はあ。その後俺も店を出て、次また来た時にリベンジすると誓ったのだった。次回はどうか奴らに遭遇しませんように。そしてゆずりは、あかねちゃんなんだって。ああ、なんかモーニングを食べに行ってたみたいだわ。ああ、じゃあ話を合わせてあげなくちゃね。おそらく女性の嘘もあれがきっかけで結局バレたのではないかと思う。ご視聴いただきありがとうございました。悲しいことがあったら周りに迷惑をかけるようなことをしてもいいとでも思っているのでしょうか。何より自分は大きな声で話していて周りの迷惑になって配慮も何もしていないにもかかわらず、配慮して話を合わせろなんていうのは自分勝手にも程がありますよね。友達だからこそ変な見えなんて張らないで、彼氏に振られたと包み隠さず伝えて慰めてもらった方がいいに決まってます。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。またマナーは守ろうと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。